られておる。故にまた万事祭を注文は我らの公式 YouTube チャンネルならものにて絵巻が載っておるでな。ぜひ真似して来たようではないか。よろしゅうお頼み申す。さあこれよりは服部半蔵忍者隊演舞でござる。この演舞皆に何を見てもらうか。それは約400年前実際に起こった出来事。我らの主君徳川家康様人生最大の危機と言われた後に言われるその者たち、ちょっとわし見てくれる？今わし見てな、ちょっとこちら向いておるけどもの、わしの話聞いてんの？いかんぞ、今後ろ見たらな、だって気になること秒差あるかもしれんな、今わしの話を。さよ、親方様人生最大の危機と言われた後に言われる神君伊賀越え、この様子について皆に見てもらう。そう、この窮地脱するにはお主らの力が必要と相なる。故にその時に共に生かしてほしい形がござる。それがこれじゃ。さあ先ほど忍者体操の時に学んだ刀印でござる。今しがた説明に出す。両手を前に出すのじゃ。真似をするのじゃ。真似をするのじゃ。両手を前にじゃ。そして2本指、現世で申すこの虚偽、指を閉じる。で鏡で参るぞ。右手が下じゃ、左手が上じゃ。ほいで左手に右手を収め胸の前に持ってくる。わしが演舞のさなかせーのと申す場面がござる。故に大きな声で忍と我らに力を送ってくれ。あPlease give me a powerI say せーの、 You say にん、 OK。 よろしゅうお頼みます。それでは一度練習してまいろう。まいるぞ、党員を結ぶのじゃ。いくぞ、せーの、にん。見事なり演舞のさなかもそれでよろしゅうお頼み申す。服部半蔵忍者隊演舞開幕である。時は1582年本能寺の変にて織田信長様が討たれた後、謀反を起こした明智光秀殿が次に狙う我らが主君徳川家康様であった。徳川家康の命消滅する。そうはさせん。徳川家康様のお命は我らが守ります。いや、敵が次々と襲ってくる。家康様には何としてもこの伊賀を越えていただかね。家康様はいつもなさねばならぬことがあるとおっしゃっておられた。それは天下太平の世を築くと。そのためにも家康様を岡崎城に無事お連れせねば。今こそ伊賀者、甲賀者の力が必要じゃ。忍びの者たちよ、まず服部半蔵に力を貸してはくれぬか。はっ、承知。ああ、こっちや。半蔵様、ここは拙者に頼むぞ。来い。ああ、幸せのため、天下太平ののため、この命にかけて家様を守り抜く。さあ皆の衆、
今がその時ぞ。我らに力を貸してはくれぬか。さあ先ほど教えた光陰を胸の前に組むのじゃ。そうじゃ、皆の力が必要じゃ。それでは参るぞ。せーの、今一度。せーの、皆の力ありがとうじゃ。皆の力忍びの者たちよ、かたじけのをござった。礼を申す。この功績により我らはナルミーガ衆として取り立てられ、わしはその長領でござった。天下太平の世を実現された家康様の願い、してそれを支えた忍びたちの思いを受け取り、現世に蘇っては服部半蔵忍者隊として愛知忍者を盛り上げようぞ。我ら服部半蔵忍者隊徳井に推薦。はぁ、さあこれが真君伊賀越えの様子でござった。そしてここで皆に一つ問いたいことがござる。我らのことを初めて見たよっちゅうと正直に手を挙げてみ。はぁ、ハト様始まり方。あららら、これは悲しい。いや、しかしながらの、機会ではないか。改めて我が隊の紹介をいたすという。かしこまりました。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は、主君にございます徳川家康もお支えしたこちらの、こちらの服部半蔵様を中心に、平成にて愛知を観光 PR 隊として呼び返り申した忍び衆にござります。主にここ名古屋城を拠点に毎日任務をいたしておって、平日でございばおもてなし、毎週土日祝日黄金週間もじゃ遠方いたしておりまする。またなお我ら名古屋城だけでなく、あらゆるものを扱って任務をいたしておりますが、兄様うっさよ。それがにござりまして、さあ現世のものであれば誰もが一つはやっておるのでございます。例えば青木さんがつぶやきに、インスタグラム、YouTube、Facebook で患者様の試合は説明しておるのかな。すまんだ、すまんだ。そしてすまんだ。よし、怒られた。ということで、半蔵様の息強めのおもてなしが今ワンコートに対して行われておりまして、なかなか半蔵様と手を振る機会がめっちゃ大変やもしれないな。そうじゃ、このひとときを楽しんでくださいお茶やか、このひとときをゆるりと。というわけで、そうじゃな、名古屋城にも茶屋がございます。というわけで、まず半蔵様の摂取足りないなという方々は我が先ほど申したように SNS やってる半蔵様個人のつぶやき機のアカウント、鬼の半蔵、鬼半蔵さよ、鬼半蔵と検索すればすぐ出てきます。それに青木鳥のつぶやき機ツイッターをやっておるもので、ぜひエンフォローよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、服部半蔵忍者隊演舞、そろそろ芝居の刻と相なる。最後は我らの剣舞にてお主らを鼓舞います。苦しく困難な時も共に乗り越えてまいろう。戦う者に幸あらん。我らの剣舞にて祈りを捧げる。剣舞。
この姿、お主らの写し絵機にてバシャバシャ取る航空装。さあ左、いや真ん中、それで右、5秒ずつ数えるがゆえにバシャバシャと通るのじゃ。バシャバシャ、新くり機を準備されよ。さあではこちら側じゃ。はでは、ね、数える。入ります。来た、ふた、みーつ、よーつ、いつーつ、しまいになりません。さあ続いてこの正面じゃ。はでは参る、ピン数えよ。は、来たーつ、来たーつ、みーつ、よーつ、いつーつ、しまいになりません。ありがとうござる。さあ最後はこのこちら側です。さあそれでは数えよ。は、長なったな。さあ音で合わせましょう。しーかー、はい、あ見事、見事だね。気を合わせ、気持ちがよく、そうじゃな。さあさあさあ我らの演武芝居じゃ。してこの後は名古屋おもてなし武将隊の方々による演武の国じゃ。しかとその目に焼き付けよ。それではよろしゅう、待とう、さらばじゃ。ありがとうござった。さん、は、ありがとうございました。